ライシーアムはイングランド・リバプールのボールドストリートに位置する新古典主義建築の建物である。イングランドにおける国民遺産リストにおいてグレード2の指定建造物となっている。1802年に新聞縦乱書を兼ねたイングランド初の私立図書館の建物として建設され、後にはジェントルメンズクラブに転用された。1952年に クラブが移転した後は長く空き家になっており、やがて後輩が進んだ。1970年代には解体すべしという声が高まったが、これに反対する運動が成功し、改装されて郵便局として使用された。その後もまた空き家となり、2017年4月に最後のテナントだった共同組合銀行が退去して、以降も空き家である。1757年。 学校の校長を務めていたウィリアム・エバラードの家で評論や定期観光物、後には本を会員の間で回覧し、小さな文学クラブの会合が持たれるようになった。1年後の1758年5月1日、リバプール図書館が設立され、当初はエバラードの自宅の応接館の大きな書棚に置かれていた蔵書は蔵書が増えるに従って、市街地中心部の 数多くの場所に分散して置かれるようになった。1800年5月12日、クラブの会員たちに、ロードストリートにあった、当時の拠点では収容しきれなくなりつつあった蔵書を、収めるべく、図書館を新たに建設するという提案がなされた。1828年のライシアム新聞縦覧書、図書館。ジスターの建築家、トマス・ハリソンが設計した建物は、 チャーチストリートに面して建設され、後に周辺の環境に合わせて改装された。図書館に利用契約をしていた892人の会員は建設のために12ギリを寄付した。50年間の土地賃借権が購入され、ウィリアム・スレーターの指導の下で工事は1800年に始まった。1万1000ポンドの経費をかけて図書館は2年後に完成し、 不動産上図書書に署名がなされた。署名したものの中には、ジョン・ライト・ボーイ、ジョン・キュリー、ジョン・イエーツ氏と共に、有名な奴隷制度廃止論者、ウィリアム・ロスコーがいた。ライシアムは、新聞獣覧書と図書館がそれぞれ別の施設として、1802年12月17日に、開館し、利用するための持ち分は、新聞獣覧書は12ギー 図書館が5ギニーと設定されていた。こうした持ち分の販売によって2089ポンド10シリングが集められた。新聞従覧書にはコーヒールームと閲覧室が設けられており、会員は地元のもののほかロンドンやアイルランドの新聞、雑誌、評論誌、地図類が提供されていた。会員の年会費は10シリング6ペニーだったが1ギニーを支払う出資者は 被害員一人に2ヶ月間利用させることもできた。併設された図書館には円形の部屋があり、1万冊以上の蔵書が置かれていた。建物内には公演のための部屋や委員会などを開く会議室があった。その後、新聞従覧書は拡張され、ついには建物の大部分を占めるようになり、ライシーアムジェントルメンズクラブとして知られるようになった。 1879年には新聞従覧書側が場所を借りる立場にあった図書館に対して退去を求める事態に至ったが、この件は法廷に持ち込まれ、最後は1886年に貴族院で決着がつき、図書館は残留することになった。この建物の図書館の部分は1942年に閉館となり、蔵書はリバプール公共図書館に寄贈されたとも、 売却されたとも伝えられている。10年後、一世紀半にわたってこの建物にあった、クラブは市街地中心部の別の場所に移り、ライシーアムは1952年6月28日にグレード2の指定建造物となった。その後、この建物は開発業者に売却され、1971年にはリバプール市議会に、 商業施設の開発とリバプール中央駅の拡張の用地として建物を解体する開発申請を出した。ライシーアムを救えという請願が起こり、西部ブリテンズヘリテジが関わったこともあって、ピーター・ショア環境大臣の下で環境省が動き、開発業者からこの建物を買い上げた。ライシーアムのプラーク。1984年、ライシーアムは、 中央郵便局に32万ポンドで売却され、改装して、リバプールの郵便局本局を入れ、また、有種博物館を設けるという運びになっていた。ところが、イギリスの郵便局の大幅な制度改変によって、民間企業として、ポストオフィスカウンターズ・リミテッドが新設され、限られた、経営資源の下では当初計画をその通りに、実現することはできなくなった。 ポストオフィスカウンターズリミテッドは元の所有者であった開発業者にライシーアムを売却して戻し、事業者は再びライシーアムの解体許可を求めることになった。リバプール市当局とイングリッシュヘディテジはこれに反対し、開発業者との間に妥協策をまとめ、保全された建物の一部が郵便局にリースバックされ、それ以外の部分は 小売業店舗用区画に改装されることとなった。地下階には住宅金融組合が入り、地上階には郵便局のほかライフバー、プロヒビション、ザ・バーグリル、来週無ムカフェなど様々なバーやカフェが次々と出退店を繰り返した。郵便局は徐々に規模を縮小した後、2004年3月に閉局が発表された。郵便局が閉じた後、 他の店舗も次々と撤退し、残ったのは地下界の共同組合銀行の店舗だけとなった。2年後、開発業者のランドロードハーバービューエステートが建物を780万ポンドで買収したが、同社は何もしないまま、破産申請後の2008年に425万ポンドで、これを売りに出した。2017年4月、共同組合銀行がついに撤退し、建物は 完全に空き家となった。2018年4月には地下界の銀行跡への中華料理店の出店計画が発表された。戦没者追悼のディスプレイが施された正面玄関側。トマス・ハリソンの当初の設計では建物はチャーチストリートに面して位置し、通りから階段を上って建物に入るようになっていたが、この案は現地の状況に合わせて変更された。 建物の外装は新古典主義様式の切り石積みで、急勾配の屋根はスレート吹きでマンサード屋根の一部となっている。平面図で見た形は、ほぼ長方形で、6本の円柱を備えたイオニア式オーダーのポルチコの部分が交代した形で、ボールドストリートに面している。表玄関には、6枚のパネルで組まれた扉が4つあり、それぞれアーキトレーブ、コーニス、 コーベルの装飾が施さた枠組みが設けられている。ポルチコの左右には、やや交代した壁面に、道理や式の円柱で区切られた3つの窓がそれぞれ配置されている。チャーチストリート側の壁面。正面から見て、左側面となるチャーチストリートに面した壁には、等間隔に並べられた半分の長さの窓が5つあり、両端の窓にはペディメントが付けられている。 中央の三つの窓は四本の四ニア式円中で区切られ上部にはカイエーレジェによるギリシア人たちの姿を捉えた三枚のレリーフが掲げられている。左側のレリーフは座っている地理学者がディバイダを使って地球儀の上で距離を測っているところでエラトステネスを描いたものと考えられている。中央のレリーフには芸術、音楽、詩の神であるアポローンがいる。 左側には商業と通信の神であるヘルメースがいる。この壁面の他3分の1には大きな窓と2つの扉が設けられている。かつてはこの部分に樹木が植えられた半円形の前提があったが、後にはすっかり舗装され、柵が設けられた。1980年代にはエクステリア全体の補修が行われ、石材の表面にこびりついていたススも除去された。 チャーチストリートに面している、かつての新聞縦覧書側には、区画されたボールト付きの天井と窓に面したアーチ状の交代面がフリーズ付きで設けられている。このフリーズには古典古代のレリーフ彫刻を模したグリザイユが描かれており、パルテノン神殿や伐採のアポロエピクリオス神殿を参照したものだという。ハリソンが設計したオリジナルの天井は1900年代、 はじめに上階を増築した際に失われてものと考えられていたが、後にリバプール市の都市計画部局で設計資料が発見され、1990年に建築事務所シャーラーヒックスのエドマンド・パーシーによって復元された。新聞従覧書側の反対側にはかつては図書館があり、円形の部屋の最上部には直径59フィートのドームが載っていた。 図書館として使用されていた当時は、その周囲に回廊が設けられ、室内には、花瓶や書籍とともに、シェイクスピア、ミルトン、ロック、ベーコン、ゴメーロス、ベルギリウスといった歴史上の偉人たちの共像などが飾られていた。1841年当時、この図書館には3万冊以上の蔵書が置かれていた。北西側から入ることができた地下階には、 エドワード長建築の様式による漆喰や木工の装飾が施されている。ありがとうございます。